ウォーミングアップだな。はい。そうだ、あれからなんだっけ、あの、ヤマトは自転車で40分。はい。ではよろしくお願いします。久しぶりに試合に向けて、現在のコンディションの仕上がりというのはいかがでしょう。現在のコンディションは1年間ちょっと京都の方で練習ずっと練習やってたから体自体はもう仕上がってて、で体重も今いい感じだし絶好調です。今京都の話が出ましたけども、現在の練習環境っていうのはどんな形でやられてますか。現在はちょっと東京の方に今いまして、東京の方で週4練習して、菅原に週2、ここに週2来るみたいな感じです。新しいジムをオープンされるという話も、はいはい、そちらはどんな感じなんでしょう。そちらは今準備中で、4月3日試合終わって4日にプレーオープンです。もうそこの環境的にはもうまだ練習できる場所にはなってなくて、ちょっと今別の場所の練習場所で練習してます。スパーリングなどの実践練習で今の手応えっていうのはどんな形ですか。手応えはめちゃめちゃあって、まあ、このまま試合に出ればな、そのまま試合で出ればなと思ってます。動きやコンディションの面で以前とやっぱ変わった部分っていうのは何かありました。以前より
動きが速くなったと思う。うん、あれですか、体が切れてるっていう感じですか。速くない？速いです。以前よりコンディションも全然落ち目はまだ感じてない。じゃあもうあれですかね、間が来ましたけども、以前よりもいい動き、今はなんか俺は早く動けてんのかなって思うし、はい、うん、いいと思う。対戦相手のサトル選手の印象っていうのはいかがですか。前に来て打ち合ってくるって印象だけど、多分そう来るんだよね。魂の削り合いになるし、やっぱそこからは、はい、気持ちの戦いで、はい、ギリギリのね、そこを勝ち取りに行きます。まあ、佐藤選手は島野選手ともやって、そういう激闘が多い選手ですけども、そういう相手と戦うことっていうのは武志選手、そういう激闘派と戦うっていうご自身にとってどういう。いや好きよ、俺とやったら激闘にはなんないと思うけど、まあ、どっちか倒れるで俺が立ってる。もう今回の試合はもう KO、 KO。 サトル選手は山本雅弘選手と戦ったり、梶原選手の弟子っていうのもあったりするんですけど、そこに対して特別な感情とかって何かありますか。欲しいよね、そこの感情欲しいよね。できたらできたら欲しいよね。やっぱ同年代のね、山本雅弘も倒されてるし、そこはやっぱなんか昔の現役バリバリの時の動きができたら勝てたのかな、負けてたのかなってのもう分かんないじゃん実際は。雅弘が 弱くなってるのか、サンダル・ナニアが強かったのか、それは分かんない。とりあえず俺は試合で試します。今回復帰なされるということで、復帰を楽しみにしているファンにはどんな戦いを見せたいというのがありますか。まあ多分俺何連敗なんだよね、はい、久々の勝利の感覚を一緒に味わってもらえたらなと。まあ、これから復帰されて K-1 で試合をしていく上で、どんな目標を持って。目標、はい、まあとりあえずこの1試合俺がどのぐらい動けるのか確認もあるし、動けないかもしれないし、でもまあそこからまだ行こうとしてる。あ、わかりました。あと、カメラに向かって、ファンにメッセージを。めちゃめちゃぶっ飛ばすんで、よろしく。